さん、こんにちは。エスペロ TV のゆうきです。今日はですね、普段は撮らない、レビュー動画を今日は撮っていこうと思います。で、その前にですね、今年の10月からエスペロカフェの、商品化が今年の10月からできまして、これですね、ドリップパックです。はい、もう粉の状態で入ってて、マグカップにセットしてお湯を注ぐだけで、まあ、できるというすごく簡単な、商品になってます。はい、でやっぱりコーヒーも鮮度が大事ですので、できるだけいい状態で皆さんの元に届くように、毎週水曜日に注文が入った数だけですね、もう本当少量で、これを作ってまして、なのでこれを買ってくださっている方は本当に焙煎して1日2日とか、まあ買うタイミングにもよりますけど1週間とかの本当にいい状態で、飲んでいただいているので、美味しく飲めるんじゃないかなと思います。はい、ぜひね、ストアーズで販売してますので、よかったら手に取って見てください。はい、はい、では早速、レビュー動画に行きたいんですけれど、まあ、今日は何のレビューかと言いますと、マイクのレビューを、まあ、レビューっていうそこまでちゃんとできるか分かんないですけど、まあ、少しねやっていきたいなと思います。まあ、今ね僕たちは本質研究部っていう一つのテーマを決めて、まあ、ゲストさんをお呼びしてそれについて話し合うというコーナーを、やってます。はい、でその中でやっぱりこう音ってすごく大事だなっていうのをすごい感じて、やっぱ結構ねノイズとか周りのその音だったりとか、そのザーみたいな、ちょっとよく聞くと聞こえるみたいな感じで、もう少しクリアで、そしてしっかりとね音を、取りたいなと思い、まあ、今回ね新しいマイクを購入して、まあ、それを紹介したいなと思います。で今まで使ってたのがこれのこちらですね、ロードのここになんか今つけてるんですけど、こんな感じのやつです。ちょっと暗くなっちゃう。はい、です。で今YouTube 始めてからずっとこれのマイクで撮ってました。はい、で、まあ、今回ね知り合いの方に、まあ、ちょっと相談もしながら、まあ、ちょっといろいろね予算的なものもあったので考えた結果、こちらですね。はい、まあロード同じねメーカーのビデオマイクプロを今回購入いたしました。ね、まだ開けてないんですよ。まだ使ってないんで、どれぐらい綺麗にね撮れるか全然わからないんですけど、まあ本当にノイズとかもなく、まあ、調べた限り結構綺麗に撮れるということで、こんな感じです。はい。で今回ねちょっとこれを買ってみたんで、ちょっとこれで。いきたいと思います。でこれが電池をね入れないと動かないので、まあ、ちょっとそれも Amazon で買って、ちょっと安いんでしょうね。 9V こういう四角い電池です。はい、はい、ということで、まあ今こんな感じの、音です。はい、で、ちょっとねこれからこっちに付け替えたいと思いますので、はい、それではどうぞ。はい、こちらが、はい、今マイクをね付け替えて撮ってるんですけど、どうでしょうか。まだ僕は聞いてないのでちょっとどれぐらい変わったのかちょっとわからないんですけれど、どうでしょう。はい、じゃあちょっと一回ねまたここから前のやつに戻してみたいと思います。
はい、また前のやつに戻しました。どうでしょう、さっきね、今まあ付け替えるときにちょっと聞いてみたんですけど、結構ね音大きくなってたんで、だいぶねいい感じに撮れてるんじゃないかなと思います。はい、ではもう一回ね新しい方のマイクに付け替えたいと思います。はい、付け替えました。まあどうでしょう、 改めてはい、違いを感じてもらえればなと思います。でまあちょっとね今それつける前にですね、まあ、電池を入れなきゃいけないんですけど、その入れるところでちょっと苦戦をしまして、つきません。何なんでつかない。めっちゃ手が疲れました。はい、まあそんなこんなで、はい、まあこれからはこのマイクをメインに、撮っていこうと思います。まあノイズとかもね消してくれるし、かなりねもういいマイクなので、これを使っていきたいと思います。値段も通常だと3万円ちょっととかだと思うんですけど、今回 Amazon でセールをやってまして、僕はなんか2つぐらいあって、並行輸入品っていうものを、買いました。でこれは2万円ちょっとでだいぶ安く買いました。でもう1個は2万5000円ぐらいですね。まあそれでもだいぶ安くはなってます。で僕買った方は、まあ、ちょっと海外だったりその方から直接こう、まあ、輸入してくる分、たまにこう変なやつとか蓋がついてなかったりとか、なんかそれこそなんか評価のところにそういう風に書いてあったりして、まあ、ちょっと不安ではあったんですけど、まあ、今さっきね蓋取り付ける時も全然つかないんで、あもしかしてと思ったんですけど、まあ、無事ついたんでね良かったですけど、まあ、ちょっとね リスクはあるんで、まあ、多少ね4000円ぐらい高くても金銭的にね出せるよっていう方はしっかりとした場所で買うのをおすすめします。僕はちょっとあんまり金銭的に余裕がないので、できるだけ安いのを選んで買ったんですけど、まあね2回買う手間になってしまうよりは、まあちょっとね4000円ぐらい高く払って1回で済ませた方が全然いいと思うので、まあこれからねこういった音声コンテンツをメインに上げていくので、やっぱりね音はこうできるだけ綺麗な方が、はい、聞いてる側もいいと思うし、はい、そこもねもっとこれからの本質研究部はより見やすく聞きやすく、なるんじゃないかなと思います。はい、まあ、ちょっとねちゃんとした情報を伝えられてなかったら、まああんまり伝えられてないんですけどね、申し訳ないんですけど、携帯オーディオレコーダーだったり、まあ、一眼レフだったりカムコーダーっていうちょっとよくわかんないんですけどに、もう使える設計になってるそうで、はい、比較的使える機材の幅は広いので、ぜひね、はい、これから動画始められる方だったり、予算ないけどでもちょっとでもいい音を撮りたいという方には非常におすすめします。僕もこれがあれば、長くしばらくは使えるよということを、教えていただいたので、今回これをね購入することに決めました。ね、まあよりねこう音なんでピンマイクとかの方がよりこう音質だったりとかはいいんですけど、本質研究部ってなるとやっぱ3つ用意しなきゃいけなかったりとか、値段もこう倍ぐらいかかってしまうので、まあそれを考えたら、まあ、マイクにカメラにつけられる、マイクでできるだけいいものをっていうことで、
今回これを買いました。はい、まあこれからこういった形でいい音を届けていけたらいいなと思います。はい、では今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。